第一次、松方内閣は、大蔵大臣、伯爵の松方正義が第4代内閣総理大臣に任命され、1891年5月6日から1892年8月8日まで続いた日本の内閣である。1891年5月6日任命。在職日数461日。内閣発足当初。前内閣の第一次、山形内閣は、第1回帝国議会で少数与党下の衆議院との対立を乗り切って予算成立を果たしたのを機に、1891年4月9日に総辞職を決意。後継には伊藤博文や西郷継道、山田昭義などの名前も挙げられたが、薩長両藩の出身者が交互に首相に任官していたことから、前々任者の黒田清隆に次ぐ薩摩閥の実力者として、蔵相の松方正義に5月2日に大名降下した。松方は、組閣にあたって、前任者たちの全面協力なくしては引き受けられないと述べて、全閣僚の留任を唱えて、総理就任の条件とした。そこで全内閣の閣僚が当面留任することになった。このため、民党からは、黒幕内閣、二流内閣と揶揄された。だが直後から辞意を表明する閣僚が続出。さらに5月11日大津事件が発生し、その責任を負って外務大臣や司法大臣、内務大臣などが辞意を表明するなどして、最終的には成立1ヶ月でようやく海軍、農商務、逓信の3大臣以外はすべて閣僚を差し替える人事が決定された。その結果、元勲級の閣僚が一人もいなくなり、薩長出身者が全閣僚の半数を割れるなど、内閣はいつ倒れてもおかしくない状況になった。かくして11月21日に迎えた第2回帝国議会では、民党が全内閣が約束した、政費節減の公約履行を求めて、全国会に引き続き政府と対立する。政府は買収工作に乗り出さずが功を奏せず、議会は、軍艦製造費、製鋼所設立費等を削減する。これに激高した川山資則海軍大臣が12月22日、いわゆる万有演説を行って、衆議院は空転、松方は12月25日に初めての衆議院解散を決断した。第2回衆議院議員総選挙を控えて、伊藤は安定的な議会運営のために、親藩閥政府の政党を組織すべく、新党結成を模索したが、閣僚から反対の意見が続出して断念。選挙期間中、内務省は品川弥次郎大臣と白根千一次官が中心となって、大規模な選挙。3月14日これに抗議して、陸奥宗光農商務大臣が辞任、3月11日品川も辞任した。選挙後に召集された5月2日からの第3回帝国議会では民党による、政府糾弾が行われ、親政府のはずの貴族院でさえも、松方内閣との距離を置き始めた。さらに内務省では、選挙干渉の責任追及を行おうとした、副島胤臣新内務大臣が、白根とこれを支持する、安羽康和、船越守ら地方官グループの策動で辞職に追い込まれた。6月に入ると、他の閣僚からも、辞表提出者が相次ぎ、7月に、白根、安原の更迭が決定されると、同月27日には、処分に消極的であった軍部大臣が揃って、辞表提出、伊藤枢密院議長も辞表を出したことで、内閣は立ち行かなくなり、総辞職した。松方内閣が、閣内不一致や議会対策の失敗により終始、政権運営が混乱した反省から、後任として再登板した伊藤は、藩閥首脳陣の総入閣を要請、元勲内閣と通称される重厚な布陣で政局に臨むようになる。ありがとうございます。